はい、思想家学会の皆さん、こんにちは。今日はですね、創価学会のお経の読経ですね、朝夕のお勤めのやり方が、非常に簡単になってね、方便本と字掛けだけでね、チーンで5分ぐらいで終わっちゃうということなんですけどね、これ大聖人様はね、合水御所という御所の中で、方便本と受領本の長行ですね、これを読受したらね、法華経28本を全部読んだことになりますよと。で、理の1年3000が説かれている方便本よりも当然ですね、この門弟に秘められている大聖人様の仏法を説かれておるですね、受領本第16、これ飛ばしたらね、全然ダメじゃないんですか？よく考えてみてください。で、その理由はなんか外人さんが長く座るのが大変だからというね、まあ嘘か本当か知りませんけど、この前千葉県のね、学会の婦人部の方から電話かかってきて、そういうようなことを言っておりましてですね。本当に何でもポンポン変わりますね。今や池田先生よりもね、力をおつけになられました原田会長先生がね、快速をポンポンと2回ね、変更して、で、この前、2年前かな、第五本尊を信受しないなんてね、言われて、創価学会の末端の人もね、おかしいと思ってる人結構いるんじゃないですかね。私、脱会者何人も今年もね、うちのお寺に来ていただいて、お話聞いてますけどね、みんな末端の学会の人はね、最近おかしいおかしいっつってね、おっしゃってますよ。まずね、長行ですね、受領文第16、こういうありますよね。尿糖体調、如来秘密、神通恣意力、一切聖剣、天人牛、阿修羅、寛因根、釈迦牟尼仏、執釈子宮、黄河野城、風音、蔵王道場、徳川の九段、三脈、三宝台と。これ、新しい学会にはね、長行を読んでないらしいんですけど、その波紋前のね、日蓮召集創価学会の時代の人はこれ読んでたでしょ？どういうふうに書いてあるんですか、これ。何時ら明らかに聞けと、如来秘密神通恣意力をですね、一切世間の天人及び阿修羅皆今の釈迦牟尼仏は釈子の宮を出てですね、ガヤ城を去ることを、遠からず道場に座して二田三百代を得た、たまえりと思えりと。みんな当時のね、お釈迦様の弟子はお釈迦様が菩提樹の下で悟りを得たと思っていたわけですね。しかるに善男子、我実に成仏してよりこの方、無量無変百千万の苦悩豊法なり。ここでお釈迦様の本地っていうんですけどね、五百人天皇もね、遠い昔にすでにね、私は浄土して仏だったんですよと明かされるわけですね。それはもうちょっと進んで読んでいきますと、画上仏以来、武漢をし、百千万の苦難ゆた、阿蘇木湖、自住税来、画上祭祀、シャーバー石灰、説法教慶と。これはどういうことかと言いますとね、我、成仏してよりこの方、またこれに過ぎたること、百千万の苦難ゆた、阿蘇木湖なり。これよりこの方、我、常にこのシャーバー世界にあって、説法暴教化すということですからね、我常にシャバ世界にあって説法教化すって、お釈迦様3000万年前に生まれてもう亡くなっちゃってると思ってたらダメなんですよね。常に説法教化すとここに説かれてるということは、これはね、門弟から読むと日蓮大聖人様のことなんですよ。重要なことですね。ものすごいことが書かれてあるこの長行、あんたたちね、飛ばしてるわけですよ。そしてね、その五百人天皇の前にお釈迦様はね、このようにおっしゃってますよ。画本行菩薩道と、これは
私はですね、もともとこの五冊丼を行じて仏になったのであると、こういうふうに説いてあるんですね。ここまでがお釈迦様が説かれたんですよ。私は五百人天皇という大昔にね、菩薩の恩を使用してですね、みんなを説法を教化したっつって、何の菩薩道を説法を教化したのかということはお釈迦様はね、言っておられないんですよ。これは門弟から読みますと、日蓮大聖人様の南明法蓮華経を修行されて仏になったということなんですよね。まああんまり難しいことはね、言ってもあれなんで、興味ある方はね、ご自分でね、法華経の解説でも読んでね、勉強していただいたら、今の創価学会がいかにおかしいかということがね、だんだん分かってくると思います。解釈を変更をして、ご本尊は真珠しない、邪魔くさいから真ん中の長い長行は飛ばしちゃいます。でむちゃくちゃじゃないですか。もしこの動画をね、音声動画をお聞きになって、私の言ってることが全然おかしくないと思われる創価学会の方いらっしゃったらね、あなた1たす1は2というね、論理的思考ができなくなってますね、創価学会のマインドコントロールによって。もうロボットですね、本部の言われるがままにね、右向けーっつったら 右向いて、左に向いて選挙活動だーっつったらね、F 取り合戦してね、もう財務だーっつってね、これから、11月、12月財務の時期ですね、一口1万円とか2万円とか言われて、上限がないなんて言われてますけど、財務やってね、政教新聞は一部でいいものを3部も4部も、地区部長あたりになるとノルマ達成できないからって10部をね、私買ってましたっていう人がこの前脱会してお寺に来て来られてましたよ。こういうことをやってるのが今の創価学会の現実の姿であるということをですね、よくよくお考えになって、一日も早くですね、脱会されることを切にね、お願い申し上げます。何回も言ってますけどね、私は大阪でございますんでね、大阪在住の方でしたら遠慮なくお電話ください。大阪は、市内住吉区在住でございます。下にね、電話番号、書いておきますんでね、お電話くだされば幸いです。とにかくね、このうさんくさい、もう世間でもね、私そこが赤いんですってね、胸張って言えないでしょう、はっきり言って。ということはあなたはね、深層心理、のどころにおいてね、うさんくさい宗教やってるってね、分かってるわけですよ、あなたの命は。ね、日蓮召集の場合はね、まあ宗教の話が出た、私は富士大石日蓮召集ですよってね、堂々と言えるんですが、あなた創価学会堂々と言えますか？言った途端にみんな白い目で見るんじゃないかと、カルトをやってるんじゃないかと、世間の方の評価が正しいんですよ。そういう宗教の中に入ってやっててもね、もう何もいいこともありませんし、一番恐ろしいのは偽本尊ですね。この偽本尊を一日も早く破棄してですね、正しいケチ脈、送電仏法のもとですね、日蓮召集の信心をなさることを切にお願い申し上げます。今日は以上です。